どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は打ち合いで勝つために意識したいポイントとなります。打ち合いで勝つために大事なのはエイムですが、それ以外にも押さえておくことは多いかなと思います。僕個人としてはそこまでエイムがいい方ではないなと思っていますので、対面する上では駆け引きを重視してます。そこで今回は対面中に気をつけていることなどを紹介していきたいと思います。エイムに自信がない人でも打ち合いで勝てるヒントになればと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず打ち合いで勝つために意識したいのは位置角の距離感です。弓の位置角はレティクル台でも反応するため狙い方が変わります。まず距離の分け方ですが、レティクルが反応する位置と反応しない位置で分けます。これは矢の速度の影響があるためです。まず弓の特徴なのですが、チャージャーと比べると発射した時に攻撃速度は遅めとなっています。この遅めというのが鍵です。基本的に最大射程を生かそうとした場合、緩い曲線を描いて当てることになるため、着弾するまでの時間は長めになります。同じ射程のスブチャーと比べると到達時間が違うんですよね。発射した時に相手の位置がずれて位置角が取りづらくなる原因はこれとなります。ですが指のレティクル内であれば、スプチャーとそこまで差はありません。要は曲線を描いた時にこの差が出てくるわけです。この差を理解した上で距離によって敵の狙う場所を変えるという必要があります。まずレティクルが反応する位置の場合ですが、素直にエイムをしっかり合わせた方が当たりやすくなります。円に上にずらしたりせず、チャージャーのようにしっかり真ん中に当てることが重要となります。長ジャンプで太刀打ちをすると当てやすかったりもしますね。長ジャンプだと隙も少なく発射までの時間も短いので、最短でキルを取ることができます。続いてレティクルの反応なしの場合は、少し移動しそうな方向に対してエイムを合わせます。壁や隠れる場所が右にあれば、その壁の方向に合わせて撃つかですね。距離がある分予測が必要になるわけです。ジャンプをして避ける相手であれば、ジャンプの一番高いところを狙うっていうのも大事です。一番速度が落ちるタイミングっていうところだからですね。長めにジャンプして敵の動きにギリギリに合わせると当たりやすくなると思います。このようにレティクルの反応をする距離によって狙い方を変えるだけで、敵を倒せる確率というのは大きく変わります。当て感と言ってもいい部分ですが、意識するだけでも変わってきますので、距離を見るように練習してみましょう。続いては自分が被弾しにくい場所に行くという点です。対面時間を増やすために意識したいポイントとなります。まずトラストの直当てですが、うまくいく保証はありません。よっぽど練習すればですが、時間はかかります。ですが2回以上のチャージ打ちを当てれば倒せる確率っていうのは上がりますよね。そのためには粘れる場所というのが重要になります。対面しててデスしたら元も子もないですからね。なのでまずは対面をする上でしっかり敵の攻撃を避けれるポイントを抑えるということをしていきましょう。ただし顔が出る壁においては注意が必要です。チャージャーなどの頭抜きでやられる可能性があります。局者でもやられたりしますね。なるべく全身が隠せれる場所を使いましょう。また壁を使ってるけどやられるよという方は、どのタイミングでやられたかを確認するようにしましょう。例えば敵との対面に集中しすぎて壁から体が離れすぎてたりしてないでしょうか。こうなると逃げるにも時間かかりますし、エイムのいい相手ならやられてしまいます。被弾しない方法としては壁に張り付くことがとても重要ですので、その点はしっかり押さえておきましょう。続いては初弾を当てれる意識です。弓の最大の特徴は射線が見えないことです。見えない場所から初弾を当てることで対面を有利に進めるというわけです。初弾が当たれば打ち合いでは勝ちやすくなります。また初弾で倒せなかったとしても、壁裏に隠れた相手に対して局者の追撃ができます。うまくいけばキルも取れるわけです。
このように初段を当てるだけで相手の倒しやすさが格段にアップしますので、指にとっては大事なダメージとなります。逆に初段を外してしまった場合、相手に場所がバレてしまい警戒されます。このような状況になると、相手が甘えた行動をしない限り先手を取ることが難しくなってきます。もちろん局者の精度があれば当てることは可能ですが、難易度は高くなってしまいます。なので初段を当てるときは慎重にしっかり一角を狙ってダメージを稼ぐようにしましょう。初段を効率よく当てる方法ですが、角度を取ることが重要となります。角度を取るというのは敵の死角を取るということです。敵から少しでも見えていると隠れてしまって初段を当てることは難しくなります。とにかく自分が狙っているのがバレないのが大事です。後衛に対してであれば、しっかり壁裏から目線が外れた時に狙うようにしましょう。前衛の場合は味方との対面や塗り行動などをした時に邪魔をする意識で攻撃するようにしましょう。これだけで初段の当てやすさは格段にアップします。ちなみにですが、二角武器と組んで動くとこの初段当てはかなり有効になります。弓のダメージ自体がそもそも高いので相性がいいんですよね。味方に合わせてカバーするようにしましょう。続いてはエイムを置くということです。これは壁際の敵に対して有効な方法となります。そもそも弓の対面を振り返った時、敵が壁に隠れる前にいかに倒せるかという駆け引きが生まれます。強ポジションであればそこにいる敵をどうやって退けるか、または倒せるかっていうのが課題になってきますよね。ここでうまく局者を当てることができれば問題はありませんが、100% うまくいくものではありません。そこで重要になってくるのがエイムを置くということです。要は顔を出したら撃ち抜くという方法ですね。決め打ちという言い方もしますが、そこから体をさらすだろうというところにあらかじめエイムを置いていく方法となります。これは睨み合いの時も有効で、安全な場所から狙い撃ちをするにももってこいの方法となります。これにより先手が取れれば有利に進めれますからね。一発当てれば壁に隠れたとしても局者で追撃ができます。サーマルのギアなどにつけてれば壁裏などでも関係なく狙えますので、人によっては重宝する撃ち合いの方法となりますね。弓のミラー武器はスピナー種なので壁裏に隠れる敵は多くなります。この方法を理解するだけで撃ち合いを少しでも有利に進めれますので、しっかり抑えていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。撃ち合いで勝つために意識したいポイントはいかがでしたでしょうか。今回は撃ち合いメインでの話をしましたが、まずは先に当てれるということが重要になります。先制を取っていれば2発目で倒す難易度も下がりますし、味方が取りこぼしてを倒してくれるかもしれません。とにかく当てることが重要ですので、しっかりと初段を当てて撃ち合いを制していきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。